落合さん大変です。12月25日と来年の1月1日が金曜日です。おー、ドンピシャ。落合陽平の10万ボルト TV。 いやだからなんかやんないとなって。去年はクリスマスはなんかプレゼントしたよね。香水と香水瓶をプレゼントしました。今年もなんか作りますか。なんか作るか。どうする。そうだね、だからまあ何かしら作ってしますか。お疲れ様です。おはようございます。なんか珍しいとこに座ってますねいや、おしゃれ工房に来ました、ね、本日は落合さんにクリスマスプレゼントを作っていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。作ります。本日は銀座にあります革教室アジナさんに参りました。本日お世話になります川上さんです。お願いします。よろしくお願いします。マスクケースを作ってプレゼントしたいなと思います。こちらですね。こういうことなんですかね。隅をこう手縫いで縫っていただいて、はい、マスクが入ると。はあ、なるほどね。めちゃめちゃおしゃれ。作れるかな。ガリガリと削ってる感じですか、はい、そうですね。表面を削っていただいて。これはどういう意味というか。ザラザラしてるんですけども、これだと木工ボンドくっつけた時にピタッとくっつくんですが、銀面って言われるこのツルツルした面は、木工ボンドとか糊を塗ってもくっつかないですね。なのでちょっとここだけはしっかり貼り合わせした後に穴を開けたいので、はい、貼り合わせ面のこの糸が入る縫い代のところだけ削ってもらって、はい、まず、なるほど、はい、動かない固定をしていただきたいと思います。なるほど、はい、あ、いいと思います。いいですか。はい、あ、お前ですか。じゃあこうなるので、ここのラインですね。はい、はい、同じように削ってもらって。落合さんこういう作業好きですもんねそうそう、集中すると一日中やってるやん。そうそうね。こんな感じですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、あ、もうそれでくっつけちゃうんですね。はい、髪の目でちょっと多すぎたら幼稚とかヘラで取ってもらって。あ、多すぎたら、はい、はい、いいですね。はい、はい、このままつける。はい、でここのラインをしっかり、貼り合わせをしっかりずれないように合わせてます。はい。次、穴を開けていくんですけども、片方を側面に引っ掛けてもらって、はい、ぐーっとこう、はい、引いていってもらっていいですか。はい。はい、はい、すごい褒めていただけるいや、気持ちがいいよ本当に。落合陽平の10万ボルト TV。 引いてもらった線のところ、まず穴を仮当てをしてもらっていいですか。こんな感じで1個拾ってもらって次の穴、1個拾ってもらって次の、はい、出ましたね。これね、疲れるな。一本の糸で縫っていきますので、ここの辺の長さを1として4倍取ってもらっていいですか。5倍にしておきましょうか。5倍で、はい、あ、これが1。はい、いや、裁縫はね、ダメなんですよ。ローをつけて付着していきます。ロー、あとは蜜ロウで、ちょっとベタベタというか、なんとなく糸に表面にちょっと付着させます、はい、そうするとこの糸よれが抑えられたりとかして縫いやすくなりますので。あ、いいですね。老眼が始まってるから、うわ、これちっちゃいっすね。いった、あれ、はい、あ、すごい。先端に向かって半分ぐらいのところに糸の中に針を刺します。
の中に針を刺します。糸が細いんですけど、こんな感じで、これをしないと糸が針から抜けちゃう、針から抜けちゃうことがあるんで入ります。これ入った。あ、こんな感じですか。あ、いいです。したらもう一回、はいはい、この糸の先端を下にグーッと引いていきます。糸の先端を下にグーッ、はい、引き切っちゃって、ピントが合わない。細いわね、これ。細、これがステッチングポニーとかレーシングポニーって言うんですけども、レーシングポニー、はい、座って固定してもらっていいですか。なるほど。左からまず次の穴に入れていただいて、はい、はい、引き抜いていただいて、必ず、左から出てきた糸は右の糸の上に来ていただきたいので、はあはあ、この上下の関係をここで作ってもらいます。はい。なのでこれを上にちょっと避けといてもらいながら、はい、同じ今出てきた穴に右の糸を入れていただいていいですか。あ、同じところに、はい、同じ穴に、はい、はい、で針持ち替えてもらっていいですか。で、はい、ここで一回キュッと食い込ませます。はい、はい、したらまた次の穴に左から、最後、はい、はい、左から入れていただいて、はい、はい、で抜いちゃっていいです。はい、その糸で1個戻ってもらっていいですか。あ、1個隣にっていうことですね。はい、戻します。で、表で糸を割らせたくないのでもう1個戻ってもらって裏から2本出します。うわぁ、はあ、背中と指が痛い。少し先端残して切っていただいていいですか。2本ともこれぐらい、もっと短くていいです。はい、ギリギリで、はい、ポリエステルの糸なんで最後焼いてダマにして糸抜けがしないように処理をします。で、はい、この位置でいいのでライターつけていただいて、青い部分をちょっとその糸の先端に近づけて溶けたなと思ったら外してください。で、もうちょいか、はい、うわ、はい、うわ、なるほど、はい、そうするとすげえ抜けなくなります。ほんとだ、見せてください。ここまあ見づらいけどね、この2つちょっと点々ってなってるでしょ。ほんとだ、糸がバイアスギューって固まってくっついた完全に。落合陽平の10万ボルト TV。 縫っていただいたところのこの小場面って言われる側面ですね、はい、ここがちょっと自分が一番初め仕上げさせてもらったんですけど、ちょっとツルツルしてると思うんですが、おはいしてます、はい、このぐらいまでここをヤスリをかけてふのりっていうこうちょっとペースト状になった液体をつけて磨いていきます。ふのりとつけて、はい、ここで塗る、はい、で一回染み込ませていただいて、はい、そしたら乾いたところに持ち帰ってもらって、はい、はい、焼いていきます。で、持ってもいいし、置いてもいいし、はい、ちょっとやりやすい。これ指でギュッギュッギュッ、そうです、シュッシュッシュッと、はい、摩擦で熱を加えてキュ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 ッと焼いていきます。はい、そこにヤスリでせっかく磨いたんですけども、摩擦を整えていきます。とりあえず外すと、これはめちゃくちゃおしゃれで、ここにマスクを入れると、わあいいね、欲しいもん。
自分が。でも落合さんじゃないんだ。じゃないんだよ。いやでも綺麗ですね。あのマジで綺麗に仕上がってます。すごいうまい。これ正直相当高いよこれ売ったら。じゃあ夜勤を、はい、はい、一応数字とアルファベットがあるようなので、はい、番組名を押したいなと思います。あ、そういう感じで置いてくるんだ、はい、逆文字になるので。そうですね、こうなるから、はい、右から寄せて入れていったら、はい、ゼロがこっちかな。これはゼロですね。真ん中に逆だけどね、押すとちゃんとなる。これ一発勝負っすね。いや怖いなこれ。グッ、はい。なんか俺のあれかな、俺の目の問題かな、残像が。ちょっとあれ、ちょっと残像になって、残像になっている。まあでもいいんじゃないですか。まあいいでしょう。できました。マスクケースクリスマスバージョン。いやー、夜勤が一番緊張したわ。メリークリスマス。どうしたんですか。ん、いや、なんかきつい。さあ、川でマスクケースを、はい、作りましたね。改めて見てもいい商品ですよこれ。まあちょっと暗いんで分かりづらいですけど、緑色でこれ赤のステッチが入ってるんで、一応クリスマスカラーということになってます。去年もっとテンション高かったですよね。そう、去年そうだった。去年もなんか歌い踊りながら登場してそのままの勢いで去っていくぐらいの。あ、多分ねここ暗いからだ。あと俺さっきから思ってたけど、これ違うよ。え、これ多分違うやつだよ。私これ今着させていただいてますけども、全く同じ服を栗田さんも着てます。気持ちです。でこちら、応募方法はなんだ分かんないですけども、概要欄に出します。はい、概要欄に応募方法書いてますんで、ぜひ抽選で本当1名様にお送りしますので、ぜひ皆さん応募お待ちしてます。来年落合さん投資男ですよね。え、